ということで今回もですねドラクエヒーローズ2実況プレイ続きやっていきましょうということで、まあ、前回ですけどね、まあ、デュランさん再びということで、まあ、出てきそうな気はするなと思っていたんですよ。あの中途半端な感じで終わったんでねと思ったんですが、やっぱ出てきたということで、いやなんとか倒せましたね。びっくりしました。40分以上やってることにちょっとびっくりしたんですが、まあということでね今回も続きやっていくんですけども、の前にちょっと武器が変えるかな。あー変えないのか。ちょっとここら辺ね、なんかちょっとね買いたかったんだけど買えないと。なんか装備売れるやつないかな。オーブはもうないもんね。これみんな装備したやつもんね。武器もね売れるやつもうないんだよ。結構売っちゃったからさ、アクセサリーもちょっとどれ売っていいのかちょっとわかんないよね。これあとさ、なんかクリアしてからさなんか使うとかあったら嫌じゃんなんかいやないな。ゴールドマン倒しに行くかな。ちょっと武器もね強化したいんですが、今のところまあギリでも勝ててるんで、あ、オリハルコン、これ絶対打っちゃいけないよねこれね。どんなものよりも硬いと言ってね、レアな金属、これ絶対打っちゃいけないよ。なんかで絶対使うんだ。これなんだったっけ、なんかどっかでなんか使ったよね。まあいいや、ねまあいいや。ということでまあ続きやっていきましょうかねと。さあ次は次のバトル行きましょう。行こう。さあどれぐらいかかるか。もしかしてこれ僕はなんて初見完全初見実況ってやつをやってるんで、これが最終回だって可能性もありますからねわかんないけどね。強く進む積むの嫌な気配が強くなっていくような気がするぜ。これが魔王ザラームの気配なのか。じゃあ大丈夫か。そうなんですよ、やり始めてから終わってからタイトルつけてアップロードするんで、いつ最終回かわからないっていうので、ちょっとそういうこともちょっとありますんで、忘れちゃいけない、頭の冷やし、命を大事にな。今回がラスボスではないのかい。ザラームの気配だ、気配だ。オッケーオッケー、大丈夫。オッケー。うわー、今回長そう今回も長そうだな。いや待って、しまればいい。こうさあこれはどこだ。開くよね、開いた先に。ここまでは明るさまだと逆にがすがすがしいわね。絶対わざと、うん、罠だけど行くしかないでしょう。行こう行きましょう。ねもってうちのマリベルちゃんね、神ちゃんにね、これね、あのなんだっけ、カオスエッジだっけなんかそんな感じ。ああしまってもうた。なんと閉じた。オッケー、さあ来たね。さあ待って これさ待ってこれダメージ化っぽくね今のね。あ、待ってダメージ化っぽくなかったね。じゃあなんでそっちなんだよ。やめてこれダメージ食らってる。あー食らってる、やっぱり。ちょっと待って、オッケーバード、オッケー、大丈夫。これさえあればマリベルさえいれば大丈夫なんだ任せろ。さあ溜めていこう。なんかどっからか撃たれてない、奥からか撃たれてると。ちょっとやめて、そのダメージいうか、やめて、トラウマを思い出すからねえ。ちょっとやめて、ドラクエ2のトラ、あの知ってる人しか知らないというこのダメージいうかのこのトラウマという。待って、いけっかな。メラゾーマ行こうか。やめて、待って、凝っちゃった。ごめん。もう飛び方がさ激しすぎね俺無双シリーズやったことないからさ、無双の他のゲームがさどれぐらいのこのあれなのかわからないんだよ本当にどれがわかんないんだよね。無双シリーズ本当やったことないんだよね。ゼルダ無双も買おうと思ったっきり買ってなかったからさ。よしよしよし、いいよ。あ、なんか見た、やばい。やっぱケンケンおじさんビッグじゃねいやちょっと俺ビッグ臭くねえか。仲間をなんとかって言うね。やめて、うわ、待って、2匹いる？ 2 匹何匹かいない？え、どういうこと？レベル上がったんだけど。めっちゃ分かる。アグボーちゃん、頑張れ。あんま、こいつあんま動かないから。ケンケンおじさんあんま動いてくれないから。オッケー。頑張って。オッケー。今、大丈夫か？オッケー。やめて。よし、オッケー。まあやっぱりこれね、ヒーローズのこの良さはね、アクションゲームだからまたちょっとね普通の RPG とやっぱ違って、この爽快感があっていいよね。爽快、開いた、あ、なんだ、
ギミック的なものがあるね。これをずっと毎回あの欲しいな。これよし、オッケー。でもってアグボー行くぞ、アグボー行くぞ、アグボー。あれ遅いんだよね、仲間モンスターね遅いから。よっしゃ開いた。ってことは横のあっちも開いた、連動してんだね。連動してるってことは、待って行こう、行くぞアグボーアグボー。で持って、ちょ待って、こっちが開いてないから、うわいっぱいいる。しまったしまったまたしまった。これ誰か見てるだろ絶対、誰か見てるだろこれ。あ、待って、でもあれなんだよな、ボスいるだろうからあれなんだよね。ちょっと待って、これ倒さなくていいんじゃね、ほら倒さなくていいんじゃね、スイッチを起動させろって言ってるから、これ多分いけんじゃねこのままあ、もう無理なにさ、無理にさ戦うとさお時間がかかるので、まあ、極力まあいいんじゃねみたいなちょっとどこだ、どっかにスイッチはあるだろう。いたー。オッケーオッケー。待って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 。オッケーオッケー。やば、待って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 。オッケー。あ、絶対強いだろあれ。お前絶対強いだろ。バズズだっけ。オッケー。オッケー。よし。オッケー。よしオッケー。動くんじゃね。動くんじゃね。動くんじゃね。あ、また、ちょっと待って。マリブルちゃんとね。やっとこう。よーしよ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 し。コインね、いっぱいね、取っていってね。なんだ？なんだ？あ、小さなメダル。オッケー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 。これをさ、クリア後にさ、小さなメダルがいっぱい取れるポイントとかあんのかな？クリア後にね、ちょっとやりたいよね。ちょっと、なんだ？これ違うな。こっち違うな。欲しいよね、いっぱいね。バスこれ倒したらあれなのかな？コインくれるかな？オッケー。これかな？オッケー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 。バードバード。今のうちにちょっと必殺技を貯めておくっていうのもいいかもね。多分、ボス戦みたいのはあるでしょ。間違いなく。ない、あ、ないことあんのかな？あるでしょ。ちょどこ行ったどこ行った、あれ終わった、あれどこ行った、あ、いた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 、オッケーいやいや、ちょ逃げてたわ、逃げてた、ちょやめてやめてやめて、あ、寝てしまった、オッケー、こうちゃんと、もうね、このね、最後でやっと覚えたんですよ最近。あーこれさっきね、そうそう、あの変なね、師匠いたじゃん、なんか教えてくれるやつ、あいつに行ったらね、局まで来てくれた、このこれこれこれ、強いのかがちょっとよくわかんないんだけど強いのがちょっとあれなんだけど、どこ行きゃいいんだこれ、違う逆側か、全員倒すのかな、どっかにスイッチがあると思うんだよね、どこださあどこだろうか、ちょっと待って、ちょっとむやみな接触はやめようぜちょっと時間かかってしまうんで、無理に戦う必要ないかなと思っているけど、こいつか、お前か、よーしナイス、オッケーバードこうバードのさ信頼度高くねこれだけでこれだけでラスボスまでいけると思ってるからな俺、今の俺はね、分からんとこ言いながらね、最後のねラスボスがさ非攻撃がまだ効かないっていうまああるかも、一緒コインでゲット、いいね、いっぱいもらった。あれどこだろう、どこだろう、こっちじゃないのか、全員倒さなきゃダメなのかな、やっぱり。もうなんだこれ、ちょっと待って、今なんか今浮かんでたやつ、あれ何、なんか浮かんでたよね今ね、あれなんだろう、雑魚なのに強い強い、これなんかさふわんふわんって浮かんでたやつ、あれ何、あれなんか浮かんでたよね今ね、待ってやめて、縛られてやめて、誰だ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 、え、こっちじゃないの、オッケーオッケー、やめてもう男のキャラで縛られてるの全然可愛くないからやめてくれるかな、全然可愛くないんだけど、これ全員倒せってことかな、あー、いたいた、ほら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 、いるじゃん、ほらいた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 、ほらほらほら、あいつだあいつ、ほらこいつこいつこいつ、いた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 、いや、まあ、しまった、まあ、間違えた、いやよしよし、いや、まあ、ちょっとね溜めていこう溜めていこう、オッケー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 、ちょっと必殺技もあるんで関係もありますんでね、ちょっと溜めていって、最後にね、もしかしたらね、色違いのデュラン再びとかさお、また出てくんのかあいつ、あいつまた出てくんのか、強すぎるんだわ、
強すぎるんだわ。ちょっとなかなか今までの中で一番の強敵だったよね。一番最初に出てきた時のさ、クリティア女王を守りながらの時も一番苦労したしやん。一番苦労したよね、あいつね。待って、マジで動いた。マジで。でもこういう時はもうそこで倒してほしいから、オッケーね、やめてね、やめて。オッケー、ルカナンからのバード。ほんとこれダメージ一番出るよね。これやばいよね。ほんと強いよね。笑けるぐらいダメージ。やめて、ちょっとやめて、やめて。ちょっと必殺技ね、使わない方法でね、行きましょうね。行きましょう。これを気づけたのはでかかったね。これを気づけたのはやっぱあれです。やっぱマリベル信者じゃないですか、僕って。まあまあ、ブラッドマミー。あ、これか。いっぱい出てきたけど、どうしようかな。まあまあいいか、まあいいか。オッケー。で、どこに開く？さあ、真ん中が開くのかな、これで。開くね。あ、結構。結構早いのかな。よし、行こう。んだって、沢城さんがなんか言ってる。めんどくさいよね。で、こっち行って、こっち行って、あ、今来たの？遅くね。アグボ、遅くね。頑張れ、アグボ。これさ、このさ、あー待った。いいね。まあいいや。ここ来たら、開くのか、今度こっちが。一箇所ずつ開けていくんだな。多分こっち、なー、敵出てくる。うーわ、なんだ、滑るステージだから、あれなんだっけ、あの、イエティみたいなやつ。うわー、なんかいっぱいいる。ちょ待って。よし、オッケー。やっぱそうか。変わるやつか。メガンテだって。メガンテで終わっちゃうんだ。あ、なるほど。待って、これ使いたくなかった。こっちは使いたくなかった。まあいいや。オッケー。あー、使いたくなかった。これ残しておきたかったんだ、本当は俺。いやー、しました。ちょっと残しておきたかったんだ。メガンテでよかったら、いやー、これ使いたかった。これ、ボスまで残したかったかな、この子。ねえ。いやー、最上級のドランゴ。もうちょっと残しておきたかったな。どこ行った？また。OK、大丈夫。待って。メガンテするから。メガンテ用意。どれがダメージ、そんな、どっちが強い、結果どっちが強い。普通にこっちの方がいいか。こっちの方が結果的にダメージ出てる。どっちが出るかな。どっちが出てんだこれ。どっちだろう。まあ、いや、よし、オッケー。よっしゃ、デスストーカー。これあれよ、真夜中のパンツ男やないか。お前こんなとこにおったんか。あ、やの真夜中のパンツ男だった。待てパンツ男じゃなくて、オッケー、行くぞ。あ、よ、やかった。あれだって、パンツ男あれだ、ついてくるパティのやつだ。よかった。さあ、来ました。なんかちょっとボスもしかしていないかな。もしかしたらなんかそんな気もしてきた。これで終わりのような気がする。なんかこんな感じでグイグイっていく感じ、それだけなのかもしれない。さあ、チャイター連動した。横で上の方、あと何かあるよね。まあいいや、行こう。でもってパンツ男いるだろう。パンツ男待って、でもってこれちょっと、このブーメランかっこいいよね。多分このブーメランの作り方、ドラケ11の俺動画で作ったような気がするんだよな。多分俺出さなかったっけね。何エッチだかちょっと忘れたけど、カオスエッチだかなんだかの。よし、オッケー。マポレーナ、戦いの歌を歌ってくれるだって。オッケー。ボス戦で使う。ボス戦で行っちゃった。パンツ男どこ、名前なんていうの、あれ、何様って書いてあった。攻撃アップ、あー、アグボ遅えわ。あ、待った、真夜中のパンツ男、ちょっと待った、ここ閉まる。いやー、そうか、これであれなのか、アグボが入れねえのか、あいつこれで毎回入れねえのか。来た。いやー、いるな、こっちか。オッケー。ルカナ、オッケー。いっとこう。で、バード2発ぐらい入れて。オッケー。2発ぐらい入れて。ちょっともうあれだね。倒すのはあれだけど、雑魚戦でもうちょっと溜めた方がいいかもしれないね。オッケー、マリベルこれ溜まったでしょ。オッケー。で、溜まったから、クリートもやっとくか。一応。これ強いのかな？武器がね。これ強いのかな？あんま槍、あんま強くないんだよね、多分ね、この槍ね。
ほら、オッケーオッケー、やっぱ待って、ほらこうやってね、ちゃんとね、やっと使い方が分かってきたから今さら、ね、ああいう時にちょっとシュッて変わるのよ。そうなのよ怖い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 。で、どっちだ、あっち行って、いや、まあこれなんて、すず様だってすず様、すず様、行こう、行きましょう。あれ、こっち行け、いや待った、これ壊すパーティーじゃない。あ、壊れない。あれ、どっちだ、こっち、ん、違うか、なんか魔法で壊すのか、これ、そういうこと、マリベルかなんかの。オッケー、壊れた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 いいねいいね、マリベル好きだわ。俺、ドラクエシリーズで一番好きなキャラクターって結局今んとこ誰だって言ったら、誰って言うかな、誰って言うかな、主人公以外でしょ、マリベルだな珍しいのかな、マリベルこんなに好きなのって。でもってこっちどっちだ、分からん、もう全部ね、終わった時にちょっとあれするわ、一回考えるわ、生放送で決定しようよ青ゲームは全種類1年以上かけてやって、結局一番好きだったキャラは何だったっていう、あのちょっと生放送でやりましょう、じゃあ生放送でやろうぜ、やろうやろうやろう、よし、おい、ガーン、まあ、いっぱいいるいっぱいいる、これ全部呼んでもさ、アグボーいっぱい呼んでもさ、多分あれだよね、作ると入れて、待って、なんで寝ちゃうのマリタン、なんで寝ちゃうかな、オッケー大丈夫、結果的にこれオッケー、いや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 、突っ込んでいったらなんかなるかなと思って、あれ上にも1匹いるな、上にも1匹いるよね、まだちょっとまだフリットが溜まってないのか、オッケーオッケー、見てたわ見てたわ、これでもアグボーの再来だよね、これ多分これいっぱい呼んでもさ、多分またここら辺で埋まるんだよね最後に呼ぼうよ、最後に呼ばないとダメだよね、意味ないもんね。さあ、メラメラじゃ無理なのか、メラミでも無理なのか、じゃあやっぱりメラゾーマなのかなるほど、らしいです。これこの魔法、うん、あれ、あれ開かない、開いた、あ、開いた開いた開いた、あれなんだ、近くね、待った待った待った、近くないとダメだったのかな、オッケーオッケーオッケー、ルカナ、よし、危ない危ない、待って待って待って、必殺技使うようにしないとね、大丈夫、バーニングバンド、どうしよっかな、誰呼ぼっかな、いや呼んでいいのかな、アグボーの次のやつの名前が知りたいよねちょっと知りたいよね、クリフトクリフト、待って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 、よし、オッケーオッケー、溜めていこう溜めていこう溜めていくよ、オッケー、強いかなこれ、オッケーオッケーオッケー、あと腕持って、一応必殺技を覚えておきたいから、まあ使えるようにしたいってわけよ、ハイテンションにしたいから、だからちょっとちゃんと溜めていこう溜めていこう、オッケー、終わったから開くよね多分ね、またまたマリベルか、これマリベル以外のやつもいけんのかな、オッケーよしよし、いや分かんない、まあやればいいんだけど、まあいいや、行こう、はい、オッケー、さあそろそろ真ん中が開く頃合いではなかろうか、開いたね、真ん中開いたらどうなんだろう、なんと最後のはなんか絶対出てくると思うんだ、最後出てくるから、次がまあまあほぼほぼ溜まってるから、まあ、ちょっと戻ってる最中に雑魚で、これでもあれな、近道なんのか、ここが違うのかな、そういうことだよね、なんかなんかある、あ、宝箱あった、あったあったあった、なんかあった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 、もうマリベルが常にもうたぎってるんだがオッケー、よし来た、あれ開いた、開いてない、あれ開かないじゃんここ、一発じゃ開かないということなのかな、あれ開かないんだけど、あれなんで開かないのこれ、あいた、あがった、あれなんだろう、うわーなんだそれ、また
ちょ待って、ごめんなさい、余計なことした飛ぶー飛ぶよねちょっと余計なことした今俺余計なことしたからやめてちょっと待ってオッケーちょ取ろうぜ、オッケー何が入ってる何竜のお守りだってここにあるってことはやばい鈴様が死んでしまうバーニングバード、オッケーで、またクリプトをちょっとおよし、オッケーちょっと溜めていこう溜めとかないともしかして色違いの緑色のデュランとか出てくる可能性もあるじゃないですか色の分からんけどねなんかね出てくるとこあれなんで、あー死んでしまった鈴様が消えてしまったオッケーよし溜めていこうよしよしオッケーはい、ナイスコイン1個ゲットいいねいい強いね1個ゲットできたねこれは素晴らしくていいことだメモってアグもこっちアグもこれ大丈夫かな帰ってこれんのかなアグちゃん待ってあれどっち行ったこっちかさあここが問題でここで終わんのかなさあボスなのかボスじゃないのかボス臭いけど違うのかな番人が現れた番人ちょっと待って全部倒せばいいのかなちょっと待って OK 待って魔物がこんなにやめてたぎってきたよし行くぞアグボ部隊グルドンシェニスナゴーブグルカいっぱい出てきた祭りかちゃん寝てるねあ名前かわいくね祭りかちゃんかわいくね多分これ一番最初に最後に多分ボスが出てくると思うんだ違うかな出てくるよね多分ねでもってどこ行ったお前も番人かオッケーバードおっしゃしゃ1匹出てるあれ出てる出てないまた魔王の使いがいいのかよしいきなさいゴー強い俺邪魔あー失敗した余計なボタン押した待ってこれ今ちょ待ったオッケー待って今のうちに待ってまたよし走れるか無理か間に合わないよしもうここしかないあーもう間に合わない押してしもたもうやむか溜めるか溜めよう絶対だってラストになんか絶対すげえボス出てこないからまあ出てこないって可能性もあるのかやべ押しちったくそまあいいやまあ溜めようもう一回 OK でもってコインがいっぱいあるんだけど次どっちあまだいいのかまだいいのかお前 OKOK 溜めようたまるマリベルならやめてたまるねたまったねこれねクリスタさんたまったからうちのテレシアタンもためてよいしょコインいっぱいあるんだけどねこれ自分になるんだよね多分ねそうだよねあー待った迷うんだからまたちょっと待ってこれ戦っててもあんま意味なくね意味なくねってわけじゃないんだけど湧いてくるばっかだから真ん中にも出てきたなうわおうわー来た最後のだってオッケーどうしよっかな最後のだったらあれなんじゃない使ってもいいんじゃない使っていいんじゃねこれだよね多分ねいいよね問題ないよねエンテンザン連打の方がいいのかなねエンテンザンちょっと待って最後向きちょっとちゃんと向き向き大事待っていけてんのかなこれいつも思うんだけど向き大丈夫なのかな360度かなよし当たったよねどんどん行きましょう久々にちょっとミニアさんも必殺技見たくないですか皆さんやめて結局あんまさミニアさんのさこれ悪魔のカードとかいまいちよくわからなかったんだよ分かってなかったんかいちょっと待ってこれアックスドラゴン倒したら終わんじゃない終わんじゃねやばいよし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 
やめてやめてやめて、ちょっと待ってちょっと待って、よし一回使うとこ、あ、やばい違った、まあいいや違う違う違うもん使っちまった、まあまあいいやまあいいや、倒していいの、倒しとけばいいのかな、びっくりマーク倒しとけばいいのかな多分ね、最後にだからここまで行った最後に目段って使うんだよ、ほら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 、賢くね俺今の賢くね、今の賢くね、よし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 、波動波動波動、ウェイ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 、またどこにいる、どこにいる、どこにいる、どこか、ここか、いた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 、これだけだけかな、急所突きもあるんだけど、よし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 、いいよいいんじゃない、誰を倒すの、びっくりマーク倒しとけいいのかな、2人乗って、ちょっと待って飛び方がさアクロバティックすぎんだわ、オッケー行こう、もう行っちゃうよ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 、行くよ行くよ行くよ、バギー、あ、またメホマラシした、まあいいやいいや、これ倒したら終わんのかな、これ使ったら終わんのかな、いや使う、よし、さあなんかちょっと多分ボスっぽいやつ出てくると思うんだけど出てこないのかな、さあ未だにこの技がわからない、わからない、未だにプチメテオだと思う、ちょっとさあもう一回いいのかな、あでも違うな、終わり臭いな、あれ終わりもしかして終わり、終わりじゃねえ、あもう全員倒したら終わりか、そういうことか、あてことはもしかしてこれこれで終わんだね、逃げ出した、だって逃げ出したって扉が開いたって言ってるから、これでまたザラームに近づける、少しずつだが着実に、了解、セザールがさっきより落ち着いてる、オルネーゼの一言が効いてるんだな、不思議な力で進めないって、あこれ終わんのか、よしよし終わった、ボス会ではなかった、ごめん全然普通だった、普通だったわ、嫌な匂いがだんだん近づいてるぞって、多分ザラームの匂いだ、決戦が近いということだなって我が輩はみなぎってきたぞ、よし行こう、結界、はいはい、それなら次は僕の古本、我が輩の出番だな、だってさあ来ました、ザラームの気配終わりましたね、あ、お金がちょっと貯まったね、さあということで今回この辺で終わりたいなと思います、よろしければチャンネル登録そして高評価などもよろしくお願いします、5万貯まったの今ね、ちょっと装備買ってきます、はいということで今回この辺で終わります、それでは皆さんバイバイ。